まさか。これあの前回来た時の痕跡がまだ残ってますね。これ花火の跡、もう多分1年ぐらい経つんですけど、うん、まだ残ってんだ。この棒みたいなやつ？これ全部花火がここでしてあったんですけど、うん、多分誰かがあの後火つけて多分全部燃やしたんでしょうね。そのまま置いてありました花火が。多分ちょうど1年前ぐらいに来たんですけど、その時はまだ束になってたんですけど、全部燃えてますね。マジで？はい。感じてる？なんか感じた？牛さん大丈夫？でもなんかここ入った瞬間からめっちゃ寒いっていうか、気温が気温一気に下がってますよね。だいぶ違うよね。普通トンネルってあったかいんじゃないの？いや寒いね。寒いです。特に霊がいるからじゃない？特にこういうねバケトンって言うんですけど、おバケトンで5度くらい違うのかね。マジで違うんです。レモン茶？ベルが鳴ったら神回です。前回神回だった。うん。あれ来てる。あ、イヤホン勢の方すいません。耳がちみます。うん、リュック閉めて勢がうざいわ。もううざいから閉めてくれる。もうずっと書いてんのよ。リュック閉めて、リュック閉めてって心配性の PTA がいるから。 PTA がごめんね、ちょっとうるさくて、さっきからもう心配性がいるから。心配性です。うん、これ大丈夫。もう全部閉めました。うん、ごめんね、ちょっと大丈夫です。もう見てるとね、もうずっと心配になっちゃうからさ。はい、心配性だから。心配性多いです。あまりに愛が大きすぎると失うことを思ってしまうの。自分がもろかしい今だけを見て生きていればいいのにね。ねえ、雪が落ちてきたよ。え？レモンちゃん、なんか聞きますか、音が。大丈夫です。火火火火火って聞こえた。聞こえました。メースじゃなくて、はい、メースじゃなくて、メースじゃなくて、ナース、メース、嫌い嫌いって言われる。誰が嫌い？シカトです。嫌い？あ、平井っていう名前の人じゃない？あ、平井さんですか？平井さん、ありえます？平井さん、スイッチ、あ、任天堂？あ、そういうこと。え？なんでわかんの？今の子マリオってこと？これこれはマリオとテイジーですか？わかんない。わかんないです。
それは何ですか？いや、ルイージです。ルイージです。ルイージですね。ファック。ワ、ワ、ファッキン。サム。ファッキン。サム。TDM。どういうこと？What's some fucking TDM どういう意味だ？ポップなんで。寒いですよね。めちゃくちゃ寒い。めっちゃ寒い。バケタ何色ですかって。バケタ何色行きますか、うん、まさか勃起してないよね、大丈夫。え、あ、本当だ、してない、大丈夫。こんなもんす、こんなもん、はい、OK、 勃起はしてないです。バケタ行きます。バケタチェック、バケタチェック、OK。パチンコ玉でいうとこの、はい、あの保留の色ってこと。赤がやばいですか。赤が、赤が激アツですね。あ、黄色保留、黄色きちゃった。後ろに気をつけて、後ろに気をつけて、そうでしょ。後ろに気をつけて、後ろに気をつけながら、はい、行きましょう。レモンちゃん聞こえてるんですね、あいつ。耳いいな。死体。死体？あ、死体来ましたね。何死体って？死体、あの死体です。死体？死体が埋まってるんですかね。結構昔のトンネルって結構人柱とかで、うん、朝鮮人労働者とか埋まってるらしいですよ。うん、本当にやるらしいですよ、その話。昔の作業員死んじゃったから埋めちゃいましょうみたいな。マジかよ。本当にやるらしいですよ。これ実際にあった話なんですけど、本当にあるらしいですね。写真撮った方がいいの、これ。写真も撮った方がいいです、ね。撮っといて、牛さん。はい。写真。何箇所か。フラッシュ焚いて焚くと、たまに出るってよく言いますけど。なんか映ってたらね。はい。フラッシュとか結構大事。今すぐ隠します。え？今すぐ隠すって言ってますよ。いろんな角度ね。そうそうそう。そうそうそう。オッケー。で、もうちょっと行くと？はい。そうするとあの先が旧吹き上げトンネル。まだ先があるの？あるんですけど、うん、そこはちょっとあの難しいと思うんですよ。行くのもう軽い登山なんで。あね。行ったこと自分あるんですけど。うんうん、やめといた方がいいと思います。やめといた方がいい。ちょっと行けるところまで行こう。危ないです、うん、出口です。何？何？蛇の抜け殻ですか？どれ？これ蛇の抜け殻ですか？これ紐やろ？紐ですかね？なんかのなんか干からびた蛇の抜け殻かなと思って。紐っすかね、うん、運命紐か、うん、たまに抜け殻落ちてるんですよね、結構、うん、蛇が落ちてる場所なんですよ、うん、うわ、なんか置いてあるじゃん。なんかめっちゃ置いてある。何？こういうのあるんですね。なんか置いてある。お花とかたまに置いてある。何？何これ？レモン&めちゃくちゃ古いでこれ。レモン&ライム、めちゃくちゃ古いでこれ。いつの時代のレモン見たことないよ、こんな。めちゃくちゃ古いわ、ジュースが。そこになんかあるんですよね、紙が。どれ？その紙なんでしょうね。これ何？行きましょうか。牛さん行ける？行きます。気をつけてよ。写真とかだったらやばい。
何それ、なんてステッカーなんて書いてる、東京ハンティッドスポーツ、ゴミだね、はい、うん、ゴミでした、うん、そっ何定点なしですかって、何なの定点って、定点って言って、うん、ずっと置いとくんですか、カメラを置いて、うん、その場所で、うん、なんか現象が起きると、うん、そのみんな見たいんですよ、そのなんか要は人がいると出てこないから、なるほど、カメラ置いて、置いとくどっかに置いて、ちょっと車行って、うん、その自分の端末から自分の配信見るみたいな、うんうんうん、じゃあそれやるか、やりますか、うん、はい、カジモネに伝えてください、民家の隣から行くのが99吹上トンネルだよ、あ、行ったことある、そっからじゃないよ、行ったことある、行ったことある、把握してる、把握してます、もちろん、だけどそこはちょっとあのセリさんたち連れていくわけにいかないんで危ないんで、うんうん、今日はあの初心者だからね俺、はい、あの配信はね、もうかなりぬかるんでるし、うん、あの崖があるんで危ないんでやめましょう、あやか、あやか来ちゃいました、あやか心当たりありますか、なんか、いや、ないないですか、うん、じゃあ大丈夫、じゃあちょ定点やってみますか、なんかあの定点やる、10分ぐらい、うん、カメラをそのままにしといて、うん、車とかでちょっと俺たち戻ってて、ただね、充電がねえわ、端末の充電がねえわ、これある、あるモバイルバッテリー、はい、ちょっと借りるわ、下にちょっと忘れちゃった、はい、車に1000ある、1000あります、で相撲いつやんのこれ、あ、俺相撲やりたいね、あ、相撲やりますか、うん、相撲やろうよ、はい、それはただ定点やるよ、はい、相撲やろ、はい、相撲やりたいね俺、はい、ごめんね、相撲リスナー来てるから、相撲リスナーいる？ちょっと脳して、相撲大好きな人、見たい人、国体制だからね、カズさんで、ラガーマンだからね、この二人すごいよ、めちゃくちゃでかいよ、何キロ？98キロです98キロ、何キロ？86です、で、国体制で、柔道2段ね、で、ラガーマンね、高校の時、はい、すごいからね、めちゃくちゃ強い、これそこの3人の中で、過疎難解で誰が強いか決めるよ、はい、OK、相撲待ちの人いるでしょ、じゃあ明るいとこでやろうか、相撲して段持ちだで、俺負けるかもしれないマジで、うん、柔道国体、僕白帯、ここでやります、過疎難解です、グループ名過疎難解、ここら辺でやろうか、ここが一番明るい、はい、じゃあちょっとカメラマン、じゃあ2人で最初やってもらって、俺カメラやるから、わかりました、で荷物下ろしてもらって、はい、結婚やめろ、やめろ、やめろ、相撲、もうボタン押しただろ、やめろってボタン、こうやって持ってます、でこっちはこれ押せないです、警告、警告、相撲やめろって言ってますね、相撲やめた方がいい、ボタン押しただろ、押せないです、これ押せないです、これこっち手持ってて、これこうやって持ってますから、本当に押せないです、やらせできないです、それでも配信者とやるしかないんだよ、はい、やりましょう、やろう、はい、荷物置いて、はい、さあ、うわ、いい体してるわ、すごい、牛さん24歳、若いな、カズさんも柔道経験者で2段です、黒帯です、うん、どっちが強いのこれ、39歳対24歳、負けちゃうかも、いやーすごいいい体してるよ牛さん、こっちも腕とかすごいよ、全部荷物置いてよ、はい、うわ硬っ、筋肉やばこの人すごいで、ちょっと待って筋肉チェックする、うわカッチカチやで、カッチカチやで、カッチカチやで、めっちゃ強いんちゃう、これ大丈夫、踏まない、もうちょっと奥出るか、奥出る、そっちだよ、うん、そっちだよ、気をつけて頭ね、頭ちゃんと受け身取れる、受け身取れる、大丈夫、気をつけてよ、両方手ついたりする、両方手ついたり膝ついたり背中ついたらダメ、 OK、はい、はっきよい、残った、
うわ、強そう。力と力のぶつかり合い。うわ、すごい。あー、カズさんの勝ち。カズさんの勝ち。頭大丈夫？大丈夫？強い。いやー、強いわ。カズさん、やっぱさすが柔道経験者や。強かった、マジで。強い。いや、めっちゃパワーありますね。パワーあるよ。グーッ、あれ、うん。でも足も持てかれてるみたいな。うん。下半身弱すぎたっす。じゃあ俺行くか。誰とやるかい？俺。僕取ってますんで、よかった。カズさん、じゃあ。俺は牛さんと戦って、はい、ちゃんと取り総当たり戦ね、はい、はい、みんなでね、はい、相撲は会心を強くするからね、はい、大丈夫だね、相撲は大丈夫、全敗は嫌やな、え、レモンちゃん、レモンちゃん喋った、レモンちゃんなんか喋った、なんか今喋ってましたね、喋ってました、はい、なんか喋ってました、ビビりましたね、どうしたの、ええ、多分珍しいことやってるから多分楽しんでるかもしれないです、あ、例がね、はい、ちょっと楽しませます、エンタメで、はい、じゃあ僕あの八景王に残ったって言っていいですか、うん、じゃあいきますよ、準備いいですか、八景王に残った、うわ、強え、うわ、これやばい、強え、誠司さん強っ、強すぎる、大丈夫、いや、めっちゃ強っ、じゃ次、カズさんとカメラが行ってる、はい、行きます、強っ、強っ、誠司さん最強、お疲れ様です、大丈夫ですか、強っ、強っ、これ、これ、マジで強い、柔道、有段者、はい、白目だから、行きますか、はっけよーい、残った、おお、あ、天津やせ、天津やせ、強っ、強っ、天津さんマジで強い、いや、まあ、天津さんめっちゃ強い、マジで強い、最強っす、うん、さすがっす、うっちゃになりました、マジで強い、最強、うっちゃりです、強っ、強っ、もう一回する、はい、もう一回する、はい、もう一回だ、これ振ってなかった。手ついたとこ。手ついたっすけど、映ってたっすけど、多分ちゃんとしっかり倒したいの見たいんじゃないですかね。はい、です。もう大丈夫。あ、ちょっと待って。怪我したから。これ俺が弱いんじゃなくて二人が強いっていうのを分かってほしい。マジ強すぎる。変な肩結びになっちゃう。スタートが早かった。オッケー。体が温まるでしょ、温まる、温まる、温まる、いいでしょ、はい、相撲いいっす、久しぶりに相撲やりました、体も鍛えられるし、ね、体温も温まるしね、はい、めちゃくちゃいいんですよ、鍛えられるからね、強くなる、いやでもパワーあるわ、やっぱり、いや、めちゃくちゃ強いです、パワーヘグいっす、すごいよ、やっぱ2段だ、でもなんか誠司さんの謎のこのごっち技、あれ、あれ、うん、きつかった、すばらしい、きつかった、はい、うん、せいじさん、下半身めっちゃ強いっすね、下半身はもう動かない、もう言わないから、言わっすね、うん、心理配信です、知らない、これ横綱だから、うん、行きますか、はい、じゃダメだね、ちょっとペアじゃないです、うん、ちょっともう時間経ってた、ダメダメ、なんか今鳴ったっすわ、鳴ってるわ、ちょっと待って、肩結び、レモンちゃん鳴ったわ、なんか今鳴ったね、鳴ってる、なんか鳴ったわ、なんか鳴った、なんか鳴ったっすわ、ちょっと息が上がっちゃった、うん、久しぶりにやった、あれ
と紐を結ばないとダメだよ。大丈夫です。オッケーです。いきますよ、はっきょーい、残った。強い強い強い。ちょっと待って、ふわっち相撲部キャプテン、はい、いいっす。2段倒した。うわ強い、2段倒しました。ありがとうございます。さすがっす、さすがすぎます、さすがすぎます。ありがとうございました。ありがとうございました。最高っす。お手当たりがとうございました。いや楽しい、楽しいでしょ。楽しい、楽しいです。頭です。そうでしょ、楽しい。めっちゃ変わった。マジこう温まった体が。温まりましたね。レモンちゃん死んでるんじゃない。死んでますね、多分もうスイッチ入ってないですよね。え、これスイッチ押してないんだけど急に鳴り始めましたね。なんか鳴ってますわ。あ、いい戦いしてる。3個投げです。あー、ありがとう。カジュリスありがとう。カジュリスありがとう。腹減ったな。腹減りましたね。何食いたいですか。腹減った。ちょっと出ます。腹減ったね。ラーメン食いか。ラーメンいいっすね。うん、さっきから声聞こえてる。やばいっすね。女の人の声聞こえるって言ってた。え、嘘でしょ。こっくりさんやろうよ。やります。どこでやんの。これやっちゃいますか。うん、危ないですよ、マジで。やるんすか。やろ。本当っすか。うん、どうやってやんの。あんまやりたくないですけど、怖いっす。テーブルとかあった方がいい。下でできるの。ここでできるっすけど、うん、ですけど、みんな俺なんかいつもこうやって座っちゃうんすけど、うん、みんなちょっと座らない。何これ怖い怖い怖い。何これもう、かなり、うん、これ本当新しいのに変えた方がいいらしいんですよ、うん、だけど、たくさんの怨念と、うん、あの邪気がいっぱいついた紙でやった方が怖いかと思って、わざとずっと変えてないんですよ。うわ、これもあの、これ新八丁さんの部屋で呪い、うん、呪いの人形のシミなんですけど、うん、はい、ちょっと光っちゃって見えねえな、カズさん、はい、これ新八丁さんの部屋で、うん、あの呪いの人形を供養した時に使ったんですけど、ひどんださんと、うん、このシミがまだ残ってるんで、うん、あえてこれ使ってますけど、かなりヤバい。 どうやってやるのこれ。それ10円玉を置くんですよ、まず、うん、で10円玉を置いて、うん、ずっと声してる。10円玉ある人いますか。ある。10円玉持ってこなかった。で、これでこっくりさんは、まあ、あいうえおが書いてあって、はい、真ん中に鳥居が書いてあって、はい、はいといいえが書いてあるんだよね、はい、で数字と男と女って書いてある、はいはい、でこれで質問をすると、うん、動くときは動くんですよ。動かないときは全く動かないんですけど、うん、動くときは動きますよ。何が動くの。10円玉です。絶対嘘。文字のとこにって思うじゃないですか。絶対嘘。絶対手で触ってるんでしょ。いや、触ってるんですけど、その動かしてるのは自分の体なんですけど、勝手に動いちゃうんですよ、うん、嘘でしょ。いや、本当です。ちょっとやってみてください。ちょっとこう、定点にしていい。手で持つのしんどいから。あ、はい。定点がうまく映るかな。あー、ちょっとしんどいな。定点できるかな。こっくりやるんだったら、あの三脚持ってきたんだよな。三脚ある。あります。定点ちょっとこうやってこの角度で撮りたいけど。あ、あります。ある。あ、ないか。この角度で撮りたいな。はい、できるかな。いける定点いける。それ、あ、それいけそう。それいける。ここまでですね、角度。角度つけらんねえか。あ、うちじゃないと思うんですね。あ、うち側でやるか。やろう、うちで。うん、定点でやろう。こうか。え、なんか聞こえた。なんか聞こえた。え、なんか聞こえた。これなんですよ。え、多分誰だ。
それで指を置いてもらって、こっくりさん、こっくりさん、もしおいでになりましたら、はい、いいえ、お進みくださいって言うんですよ、うん、で、本当にいたらこうやって動き始めて、はい、うん、に行くんですよ、うん、で、現れたら、うん、あなたのお名前を教えてくださいって言うんですよ、うん、例えば、こうやって動いたりするんですけど、うんうん、これ本当にいるときは本当に動きます、うん、動かないときは動かないです、うん、やってみますか、ちょっと牛さんやってみて、ちょっとタバコ吸うか、これ一人でやるもんですか、いや、二人で、二人ですよね、はい、カズさんと、はい、いきますか、いきますよ、はい、こっく、あの言葉を覚えてもらっていいですか、はい、こっくりさん、こっくりさん、もしおいでになりましたら、はい、いいえ、お進みください、はい、覚えました、はい、いきますよ、せーの、こっくりさん、こっくりさん、もしおいでになりましたら、はい、いいえ、あ、ちょっと噛んだんで、もう一回いきますよ、はい、せーの、こっくりさん、こっくりさん、もしおいでになりましたら、あ、もう一回、おいでになりました、おいでになりましたら、はい、はい、はい、いきますよ、せーの、こっくりさん、こっくりさん、もしおいでになりましたら、はい、いいえ、お進みください、で、これ無にしてください、はい、目を閉じてください、はい、で、動くとき動きます、せーの、ありがとうございました。話しますか。いっぱい人がいるから多分。リア突じゃない。多分。そんな感じします。ちょっとリア突できた。リア突ですか。定点やらないといけないと。あ、定点。定点どこでやるか。定点するわ。あっちでやるか。定点。定点やろう。定点やりますね。はい。車に戻って。牛さん充電キーだけ貸して。はい。ごめんね、ちょっと道具なくて何もなくて。あ、レモンちゃん盗まれてない？さっきの若者に。盗まれてない？多分大丈夫。レモンちゃん、あ、生きてる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 、いや、二人でしたね、すれ違った人、あの人たちライト持たないで、うん、よく言ったね、真っ暗よく行きましたね、よく行ったよね、はい、たまにあの真っ暗い公園とか行くんですよ、うん、心霊スポットは、うん、ああいう人結構いるんですけど、ライト持たないで歩いてる人、うん、見えんのかなって感じますね、今の人ですよ、救急が見たい、救急は登山です、ね、登山なんだ、今日の装備だとちょっときつい、きついです、フル装備じゃないと無理かな、登山靴履いて、レモンちゃんのところにカメラ置いてほしい、あ、いつものことですね、あ、そうなんだ、はい、レモンちゃん定点やりますか、あ、それやろうか、じゃあ、はい、車来ないよね、あ、ここは来ないです、車、車道通行止めになってるんで、うん、バイクは来る、バイクは来る、引かれる、引かれる、いつも、あ、え、あ、
え？なんか喋りましたね今。なんか来ましたね。ガチ勢がいる。吹き上げは9の9が本場なのにって。ガチ勢がいる。ガチ勢、そうですね。でもちょっと整理さんあそこ連れていくわけにはいかない。マジで危ない。ガチ勢がいるわ。本当に斜面で岩で、うん、崖で、あれは危ないと思います。アングル的にトンネルが分かるような感じで、うん、あっち向きに、あっち向き、じゃあレモちゃんこっち向きにしよう、はい、こっち向きにして、はい、いいペンチパックだけど、うん、OK、ほんで大丈夫？はい、じゃあこれで定点で一回離れますね。はい、これで離れてもらって、はい。Thank you.
ちゃん。回収して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 全部回収回収何も食ってないもんな、はい、飯。なんかさっきハンバーガー食ってません。食ってない食ってない。バーバーキング食ってない。何も食ってない。腹減ったマジで。飯行きますか。はい。あ、終わりですよ。うん。終わりです。ありがとうございました。飯行きましょう。ありがとうございます。南京亭24時間やってる。何南京亭って。一応時。うまいの？撮影できる？あ、できます。あ、行こうか、そこ、はい、そこ行こう。はい、オチはないですよ。うん、毎回あるわけないよ、そんな。何言ってんの？ないよ、そんな。いつもあるの？オチとか、はい、心霊配信、はい、心霊配信ってオチあるの？オチはありますね。あるの？はい、お家あるときはあります。ないときは全くないです。嘘言ってもしょうがないんで、うん、何もないときは何もなかったねで終わります、うんうん、今日は何もなかった。ないよ、はい、あるときはあります、うんうん、こっちなんかないよ、今日は、うん、いつもガチで怖い？カズさんの？あれじゃん、マジで。え、カズさん一人のときのが面白い？は？は？じゃあフォローしろよ、カズ。見てやれよ、カズの。明日行く？一人で。じゃあ行きます。じゃあ明日一人で行くらしいから、はい、見てあげてください、カズ。フォローしてあげてくださいね、カズ。トンキンテも20がやってるよ。トンキンテ。これ、せいじさん、あれ、これ、どこの店がいいですかね、うん、これ、店舗があるんですけど、新宿の方、うん、いや、あの、撮影できたら何でもいい、近くでいい、この、とりあえず。もう、時間がもう、押してて、はい、暴れちゃうよ、俺も。うん、腹減りすぎて、暴れちゃうよ、俺。一番行きたいところ、うん。山岡屋、撮影できないんだよね。うん。できなくなっちゃった、あの、アホがいて。誰だっけ、撮影して、なんか炎上したんだっけ、迷惑行為になっちゃって。うん、ダメなんですよね。 YouTuber だっけ、配信者だっけ、全店禁止になっちゃって。ただニンニクも最近ほらなんか口に入れたやつ戻して炎上してるんですよね。ちょっと嫌がる配信系はやっぱり。うん、いやお寿司もだけど山岡も炎上したんだって。うん、 TikTok？ おじさん、あれ店舗どこがいいと思います？新宿もだから。南京って行きます。南京亭って何屋さんなんだろう。中華料理。中華料理、はい、配信したことあるの？あります、あります。ある、はい、だからチーズと水野がまだ一番集まったんですか、開けてみようか。それはちょっと俺おごらしてね、悪いけど。いいですか？そこをおごらしてくれ。青梅インターから10分くらいのところにありますよ。オッケー。
多めにありますかね。うん。あ、こっちましょう。どこなの、どこかって、右ほかも開けてます。開けてみて。はい。あの高速で帰るから、そうか、そっちの方が全然早い。牛さん、そのまま行きます。下道で行く？下道の方が早いです。あ、そう。じゃあ行こう。20分ぐらい。あ、そう。はい、じゃあ行こう。ぐちゃぐちゃなのよ、これ下が水たまりで。心霊配信終わり。なんて、なんですいません出たの、なんですいません出たの。あ、バック、あ、バック、バック、あ、バック、ちょっと待って、電気つけて。はい、牛さん、これありがとう。はい、花粉がやばい。花粉が、牛さんにこれ返して、これありがとうね。はい、で、これを、これをこちらに置いてもらって。はい、聞いちゃう。はい、なんで。はい。霊はいませんでしたね。霊いませんでしたね。ええ、明日はどこ行くか分かりません。それは。また考えます。ネタバレはしません。はい、出発しちゃって大丈夫ですか。はい。ええ、お願いします。お願いします。よし。腹減ったマジで。はい。また犬がいたら、あの、助けるんでね。はい。ええ、はい、今日の一番取れたか犬ですね。犬ですね。はい、犬、今日は犬でした。あぶなかった、助けてよかったな、あれ。はい、炎上してたで、助けなかったら。えらい騒ぎですね。うん、はい、で俺たちはこうやって、あの、チーム組んでやっていくんでね、はい、心霊配信をね。はい、時間があるときにね、ぜひお願いします。グループ名、カソラン会です。カソラン会、はい、はい、カソラン会集合って集合してね。はい、わかりました。グレチャ作るから後で。はい、わかりました。すぐね、すぐ集まって、はい、すぐ迎えに来てくれ。わかりました。家が中野、中野だっていうから、近いから。近いし、ね、うん、すぐ来れるから。で、下も、それ夏大変やな、汗かいたらぐちゃぐちゃな。これやったらやばいですね。うん、ちょっとずつでも上手くなってきます。あ、そう。はい、顔は何、あんまり明かしたくないの。いや、全然明かしてます。大丈夫。はい、全然明かしてます。顔 NG の人じゃない、違う。このメンツは死んで無理じゃね、向いてないってこと。え、向いてないの、このメンツ。ダメ。向いてない。じゃあ最初の最後だ、新しい子、相撲やろ。相撲、相撲いいっすよね。うん、相撲部、相撲部やろ。相撲部がいいっすよ。うん、はい、相撲のがいいやろ。はい、向いてないですか。うん、僕はもう素人だからね、俺は。うん、まあ、カジュさん一人でやってください、心霊は。はい、わかりました。二度と来ません、僕は。だから言っただろ。つまんねって。向いてないんだよ、俺、死んで配信。言っちゃった。うん、これすごい霧が出てる。霧がすごいよ、霧が、ほら。え、霧だらけよ。
日がすごいで、これやばいですね。何時今？3時前。はい、すごいな、霧が不気味だな、これ怖いですね。犬とかいる？大丈夫？気をつけてよ。犬やばいですね。犬いたら保護するからね。霧が見えづらい、気をつけてよ。はい、これやばいで、これやばいやばい、ほら真っ白やで、これ。あ、危な。大丈夫、気をつけてよ。あ、大丈夫です、気をつけてよ。霧出ちゃうんですね、この時間。寒いんだよ。寒いですね。OK、抜けた、抜けましたね。じゃあ皆さん、今からね、飯食いに行きます。飯、牛さんとカズさん、カソラン、カソラン会で、カソラン会で。霧の中はハイビームはやめた方がいいの？あ、そうなんですか。どうなんだろう。いや、わかんないです。俺いつもハイビームでやってましたけど。ハイビームってそもそもしなきゃいけないものなんですよね。本当は、本当は夜はハイビームで走んないといけないですよ。うちさん、耳大丈夫？ついてる？耳片方、あれ、別の名前がかかってます。霊障です。なくなった？霊障です。あ、ない。霊障です、完全に。なくなってるわ、耳が。完全にやられてました、やられました、持ってかれました。片耳になっちゃってる。霊障です。マジで怖いっす。霊障です、絶対霊障です。マジで怖い。しょうがないよね。体調とか大丈夫ですかって聞かれてもいい？もう全然大丈夫。すこぶる順調です。いや、今心霊の現場行って、はい、あ、相撲で取れたの、耳が。iPad もすいません、あの、はい、曲チェンをしないと心霊が。あ、確かに、はい。あ、無断配信ダメですよ。うん、バンなるよ。ダメです、バレバレ言っとくわ。そういうの教えてね。あの、誰々がなんか無断で許可なしでやってるよって言ったら教えてね。説教するから。あのワンちゃんびっくりしたね、でもね。ワンちゃん、あんなことあるんすね。ねえ、ワンちゃん。初めて見ました。うん、最近迷い犬見なかったですけど。うん。久しぶりじゃないですかね。アイロいたら絶対助けなきゃダメだからね。あのコメントずっと犬、はい、犬ってなっちゃうからね。はいはい。うん、黙らせないといけない。最低限はやっぱやらないとダメ。はい、あれ、すいません、ありがとうございます。うん、カラオケは大丈夫よ。あの電木とあの画面さえ映さなければ大丈夫。うん、マイクはしょうがないから。本当、え？え？何やの人？とにこいつ。道路の真ん中で踊ってたで、こいつ。何してんのこいつ？ TikTok か。あ、TikTok だ。TikTok。TikTok ですか？お、頑張ってくださいね。頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。え？僕ら今配信してます。YouTube ライブです。1635人、めっちゃいるじゃないですか。ええ、やば、踊ってたんですか。すごい、すごいっす。めっちゃ青好きなんですね。めっちゃ青ですね。カソラン会っていうチャンネル。カソラン会、カソラン会、カソラン会。え、すごい。なんでそんな横断歩道なんですか。有名なんですか。フォロワーはどんぐらいですか。ノリで、カソラン会です。めっちゃ青、すごい。どこの方ですか。どこの方。あのね、僕は新宿で、この子が遠いじゃないですか。遠いですよ。僕はアゲオです。すごい、なんでそんな遠くから来るんですか。都会じゃねえ、田舎だよ。え、すごい。じゃあ気をつけて帰ってください。あ、ありがとうございます。
疲れ様です。頑張ってください。ありがとう。お疲れ様でした。気をつけてください。トラン会です。調べてましたね。YouTube 調べてましたね。はい、これ電気消さないとやばいですね。おまわり。あ、おまわりね。止められちゃうんですよ。あれ。一回消しますね。過ぎたらまたつけます、ね。うんうん、うまいのそこ。まあまあでしたね。なんかあの中華のあのキクラゲと卵の、うん、わあ高いやつ、高いやつ。おい、お前がお前がアラブ先をビリゲストとマカサマサトップはアイチャイになっちゃって、アイサスズバッと決まって気持ちいい。最高。そうりゃすげえ。すごいじゃん。拍手もしてくれる。素晴らしい。パチコメこの一体感はすごいですね。これね。すごい。うわ、来るでしょ。はい。これが Z 回。すごい。これね。この一体感が Z 回。Z 回。最強を誇る Z 回。最強。そう。全部1位取っちゃう。すごいですよね。総合1位。全部1位取る。はい。欲しがりさん、すごい綺麗。ずっと弾幕、うん、今んとこ最強。最強っすね、ではないけどね。中ボスみたいな。いやいやいや、キングですか。神田田みたいな。いやいやいや、ドラクエでいうところ。腹減ったな。腹減りました。そう、上にが上がいからね。頂点ってのは極めらんないからね。絶対。本当にね、あのインターネットの世界ってあの上には上がいるから。配信のキングって誰だと思います。いやあ、配信界のキングコレコレさんとかストプリさんとか、あ、まあ、近いところで言うと奈々ちゃんとか、あ、だよね、やっぱりのりちゃんとかナーボーさんとか、あ、その辺なんすか、 DJ さんとか、あ、ふわちにはいないと思う。あ、うん、配信を本当に極めてる人はね、うん、ただの銭ゲバサイトだから、あ、そう、金が欲しい人がやってるだけだから、はいはい、うん、本当に配信が好きな人はツイキャス行くから、あ、企画とかリスナーさんを楽しませるから、はい、そう、ほんと銭ゲバばっかりだから、そう、オワコンサイトとかね、ここでね、キングだとか言ってるやつはダメだよ、あ、うん、ほんと上には上がいるからね、配信サイトがね、もう、なんと、ユーザーが少なすぎるんですよ、ふわちなんか知ってる人いないからね、あ、確かにそうですね、ほんとに配信極めるんだったら、ツイキャスでね、世界が狭すぎる、ふわちだと、うん、YouTube とか行かないとツイキャスとか、はい、うん、ほんと少ないよ、なんか炎上したら簡単に1000人とか行くからこんなの、あ、行きますね、うん、ねえ、脱税してましたとか、はい、そうですね、ねえ、事件ですって暴露とかさ、はい、やったら、はい、1000人行くでしょ、はい、簡単に、ふわち好きっすよね、だから炎上させたら誰もが大手になれるサイト、はい、底辺サイトだから、そこは頭入れといて、大きくなってもね、自分がね、仮想時代を思い出して頑張っていかないと、カジュ君には赤上が、譲らない、譲らない、譲らない、絶対譲らない、俺はね、イベント出てるから俺、はい、ごめんね、そう、それ自分言いましたもんね、うん、朝夕方か、だってカズくんが勝手に来たんだよ、そうですよ、
俺頼んでないのに、はい、うん、俺からお願いしたんじゃないのよ。カズくんが勝手に俺ん家来てコラボしてくださいって言われたんだよ、はい、俺は家で雑談したかったのにさ、うん、そう、わかる？カズくんこっち絶対ずれないよね、うん、こうやって出てくるかね、枠譲らないのっちゅうね、あ、全部ブロックしよう、これ全部全部めっちゃ映ますね、全部ブロック、ブロック、うん、いらないから全部でも意識高いね、やっぱり車も全部 LED になってる、ああそうですね、うん、暗くてダメですよね、うん、またあるし、ちょっと暗いな、ここはそう、ちょっとこれあえて反射しちゃうんで、あ調光してます、ね、ああなるほどね、明るすぎると反射したんだよね、そうなんです、あえてちょっと落としてます、うん、配信用で、そう、バックだと真っ白になっちゃうね、白飛びしちゃうね、そうです、ちょっと押さえてます、うん、電球色258チェック、もうどんどんいるよ、いられるよ、悪いけど、うん、容赦なく、ごめんね、うん、タヌキ連携のあの、エーブロです、エーブロ、エーブロ、あ、うん、今ね、どこ今、歩道165号、長田橋通り5個の5倍、ラスコイ、あ、カズさんリスナーさんのやつ、あ、ありがとう、リオさん、マネージャーっすね、マネージャー、はい、女の子、はい、やってるだろ、やってないですはめてんだろ、はめてはいない、はめようとした、いや、はめようかなと思ってる、いや、思ってないです、大事なんて、あの、亡くなった、失いたくないです、美人さんなの、いや、おばちゃん、いや、まあ、お姉さんです、ね、お姉さん、はい、年上です、42歳の、あ、そう、はい、よくやってくれる、マネージャーさん、俺もマネージャーさんいるから、はい、よくやってくれます、うん、はい、助かるよね、いや、ほんと助かります、うん、いろいろツイッターとか打ってくれるとか、うん、はい、うん、画像作ってくれたり、うん、大事にしたいと、大事にします、絶対手出しちゃうんだよ、はい、ダメです、うん、いくらパンパンでも、はい、マネージャーさんとそう体の関係があると、はい、本当にダメだからね、いやいや、まずい、まずいです、まずいよサンコの10倍ラスカイ、カジュさんコラボありがとうございます、あ、マネージャーさん、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、マネージャーさんじゃなかった、違う方だった、いや、もう大切な、うん、はい、ホロダの上位の人、はい、うん、美人って言っとけよ、あ、一個マネージャーさんです、美人って言っとけって、あ、すいません、美人です、うん、牛さんの配信はついてない、懐けていいです、ついてない、めちゃくちゃ来てくれたメッセージだから、うん、来てくれた、はい、フォローされた、めちゃフォローされた、はい、30人ぐらい溢れた、フォローした、ありがとう、皆さんフォローしてくださいね、カズさん、牛さん、ありがとうございます、うん、あんま画面見ないでね、あー、ごめんなさい、今、うん、赤だからね、うん、止まってる時はいいけど、あ、カジさんからです、ありがとうございます、真っ白で見えないけど、カジュマルランドです、元はね、カズになりました、名前が、はい、覚えられないでしょ、カジュマルランドって、牛さんって名前なの、今牛さんです、牛さんです、重めの牛さん、大食い自信ある、自分ですか、うん、あります、ヘタマックス行っちゃいました、嘘でしょ、行きました行きました、嘘やん、つか誠司さん来てくれましたよ、俺の枠、マジでまだ超過疎だった時、うん、あのペタマックスまだやりたての、俺はね、過疎でも、はい、ビギナーでも全部行くからね、はい、伸びそうなやついたら俺チェックするから、コメントしてくれたんですよ、うん、ちょうど2年前ぐらいに、うんうん、ペ
タマックスがまだ新しい時、うんうん、どうみたいな、うん、配信魂あるね。あれ食い切ったんだ。食い切りました。すごい、すごい、うん、動けなくなりましたけど、動くと気持ち悪くなって、うん、ブドウ糖が、あの血糖値が上がりすぎて、うん、頭働かなくなっちゃって何も喋れなくなっちゃったんですけど、うんうん、食いました。すごいよ。はい、いつの間にかあのメタマックスとバトン生産と回ってきますよ。あ、そう、回ってきた。はい、食い切った。いや、10分で、うん、まず3分の1ぐらいだけなんです。あ、いや、あれ量ありすぎですよね、うん、あと辛いの無理なんですよ。もうこれからそうだ、あの打ち上げですね。はい、うん、相撲も終わった。全部全部終わったよ。心霊も終わったし、相撲も終わった。で、飯ですね、これから、ね、打ち上げです。俺がおごるから、もう好きなもん食っていいよ。ありがとうございます。マジで、コラボしていただきありがとうございます、本当にありがとうございます。リアトツマチも OK なんで、近い人は来てください。ステッカーあるんで。相撲は全勝ですね、僕は。強すぎます、ね、強すぎます。格の違いを見せつけました。格が違いますね。下半身やばくないですか。やばい、下半身がやばいんですよ。何 何もトレーニング何もしてないんだけどね、はい、家で雑談しなきゃ、はい、いや下半身がマジで上がんない、うん、山でしょ、動かない。山ですね、うん、だから僕とね、相撲やりたい人大募集中です。倒してください、僕を。めちゃくちゃ強いですよ。まだ負けてないですね。負けてないね。負ける気がしない。僕白帯なんだけどね。2段なんだよ。カズさん2段。相撲になるとダメっすね、やっぱ道着持ってあれしないと、うん、結構本当ランドリーしたいです。あ、ランドリーしようか。はい、本当に柔道着って。柔道着俺買うわ。じゃないけど、はい、いや俺も持ってないです今。買おうか、はい、経費になるから。はい、どっか柔道場あればね。はい、なんかそれで柔道大会とかやったらどうですかね。あ、いいね、面白そうじゃないですか。うん、ひどんなさい、僕か。あ、いいっすね。あ、全然大丈夫なの。はい、仲高いしたんじゃないの。いや、なんかそれなんか歯とか多すぎてあれなんですけど。大丈夫なの。俺たちは結構普通にキョロッとしてますね。大丈夫。はい、本当に。いや、あの電話もしてますから大丈夫なの。全然大丈夫です。なんかごめんね。大丈夫なんじゃん。いや、なんか鳩が踊ってるけど、うん、実際本人同士は、うん、あの和解っていうか、まあ普通に話し合いもして、うん、大丈夫だと思いますよ。なんかごめんね、なんかねみたいな、お互いそんな感じで、うん、まあまあ よくはないけど悪くもないですよ、うん、はい、パレパレあって一生いっぱいかな。大丈夫なんだって。だから皆さんちょっとあの敏感になりすぎ、はい、心配性、はい、大丈夫だって。ただ最近コラボしてないだけ。そうです。じゃあ誘ったらやってくれんの。あ、聞いてみようかな、本当に。じゃあ、うん、はい、本当に聞きますか。大丈夫だって。じゃあ、ひろんなさん、あの柔道やってたから強いですよ。ひろんなさん2段ぐらいじゃない。多分そうですね、うん、強いです、強いです。俺、白帯だからさ、はい、倒したいね、有段者を。はい、なんか、せいじさんの骨でもし柔道場貸してくれる人いたら。誰か、どっかないかね、柔道場配信できるとこ。多分、骨、多分、やばい。どっかないですか、柔道場。自分の骨今ないんだよな。なんか畳になるところ、はい、まあ、マットでもいいね、下、はい、あー、栃木行けばあるわ。栃木ですか。ヘイちゃんのジム。あー、宇都宮ですか。宇都宮、そこだったらいけるかな。リングで、リングで柔道、そこでやるか。ケイちゃん、俺ケイちゃん知ってる。アウトサイダーの。あ、アウトサイダーの。レーキングダウン。あ、わかります。はい、ケイちゃん会ったことある。ないです。あとは誰。ないです。合わせてるよ。え、すごい。いいよ、すごい。マジっすか。ダチだから。マジっすか。合わせてる。人脈がエグすぎますね、うん、やっぱり。いいよ、やば。ケイちゃん、ね、この宇都宮行くか。じゃあ、はい、カソラン会で。カソラン会行きますか。うん、やば。知らない人いないから俺。すごいっすね。うん、合わせてる。会いたい人いる他に。大手さんで奈々ちゃんと会ってみたい。奈々ちゃん合わせてるじゃん。会いたい、ね、会いたい。合わせてるじゃん。フラッチの大手さんはゼロワンさん。あ、会ってないの。まだ会う機会があったんですけど、うん、流れちゃったんですよね。遅い時間になりすぎちゃって。合わせてるじゃん。
わあすげえ。ったことない。ドラマ会ってくれるよ。そうですか。うん。行っちゃう今から。見つけたら。よっか行っちゃう。うん。行くか。足立区。足立区。うん。うん、誰でも会ってるね。前だけでも会ってるし。すごっ。行く？で、カズにイタリアのシェフだから、はい、飯作らせる。あ、朝飯。あ、今度作ります。はい。いや、今日よ、今日。あ、今日っすか。うん、今日今飯食うじゃん。で、食った後に、はい、行って、はい、朝飯作る。イタリアのシェフ、はい、作れます。何作れるの？もう何でも作る。何でもってだから、はい、得意なやつあるじゃん、まあ、スパゲティが朝飯に。朝飯だったら、ね、イタリア軽くサッと作れるやつ。朝飯だ。何作れる？カプレーゼとか。カプレーゼ、あのトマトとモッツァレラチーズのジェノバソースみたいな。うん、はい、まあ、朝飯だったらそういう系とか、うん、あとはスクランブルエッグとかですかね。朝飯だったら、うん、で、まあ、昼は昼はそうですね。じゃあ朝と昼と夜作るか。チキンのコンフィと、うん、あとはカルボナーラとか、うん、はい、あとはアクアパッツァとか。聞いたことあるの？アクアパッツァ。あの魚のなんか似たやつ、うん、はい、洋風魚焼きみたいな、魚煮込みみたいな感じですかね。あとアヒージョとか。ミラノフードリアは？ミラノ風ドリアも作れますよ、はい、ベシャメル作って、ホワイトソース作って、うんうん、ドリア作りますよ、うん、はい、作れるって。作れます、何でも作れますね。料理配信はしたことあるの？イタリアの。あります、あるの？あります。全然格好から入ってるの変だめだよ。あのシェフの格好しないと。あ普通にこの服で。あ、もう普通にこれでやってます。あ、ダメダメだ。企画で、はい、シェフの格好して、はい、リストラやないと。リストラスマップ。リストラヌマップやるじゃん、俺たちで。はい、やりましょう、うん、はい、審査員呼んで、はい、あ、いいっすね、うん、面白そうっすね、うん、そうリストラスマップ面白そうっすね。誰かにヌマップね。あ、ヌマップなんだね。カソップで見よう。あ、カソップの方がいいかもしれない、うん、誰かマドンナ呼んだ方がいいんじゃないですか、うん、あのチューしてくれる人、うん、美味しかった時にほっぺに。あ、はい、なんかいろんなところにズボンに黒いインクがついてんだけど。わ、絶対これ何？なんでこれ黒いの？これズボンが絶対これじゃないですか。あ、それか。ああ、すごいな、黒いのが。黒いのがついてますけど。うん、めっちゃついてるわ。絶対相撲のボックス。めっちゃ黒いんだけど。相撲のボックス。絶対腕めっちゃ黒いんだけど。はい、絶対ボックス。最悪、マジで相撲者だから。はい、でもすみません、マジで。ああ、いい、絶対ボックス。これしかないでしょ。大丈夫。これ何なの？インク？何のインク？これなんか顔に塗る用の。取れるかな？ドーランってやつですかね。ドーランだと思います。取れるこれ、洗濯したら。ドーランってどうなんですかね。板丸の方がいい。板丸の方が普通の洗濯洗剤で取れない。そうだと取れないかもしれない、時間経ったら。オキシクリーンとかなんとかってやつ使う。落ちる？ドーラン落ちるんじゃないですかね。オキシさすがに多分。板丸の方がいい、はい、ズボンが黒いわ。なんかベトっとしたクレオみたいな。あ、ドーランス、うん、今度からやめよう、それ、はい、うん、はい、相撲するときはやめよう。相撲するときはやんないです、これ、うん、あ、中性洗剤先洗ったら取れる。あ、なるほど、うん、さすが。あ、電気で払うね、コンビニね、後でね、 OK。いや、これ水増しでしょ。1500人いないと思うよ。あと寝落ちだね、ほとんど、うん、今見てる人ノーしてください。ノーしてください。今見てるよ、起きてるよって人。ほとんど水増しだと思う。お、めっちゃいる。あ、今いるはいるけど、すごっ。いやー、でも水増しだと思うよ。やるんだよ、たまに。ふわっちの運営がやってる。運営がやってる。本当の、そんななんですか、うん、ほんと。いや、怪しいよ、だって700万台しかいないで。潜りが半分以上いるってこと。あ、出てきてください。1000番台ないと。1000番台まで作れますか、タヌキ。うん、1000番台出てこないのね。700番台よね。あ、うん、あ、ここね、はい、うん、
かしいな。何てこれ、トンキンて、トンキンて懐かしい。来たな、ここ、うん、客結構いるな、おい。いや、多分ここの辺しか、ここしかやってないから多分混み合いますよね、客が結構いるで。うん、誰もいないとこいるね、角、角いいね。うん、うん、角いいですね。タバコ吸えるの中で。タバコは確かダメだった、ね、ダメ、はい、外ですごいで、こんないいお店で、はい、中華だから、うん、24時間楽しいですよ、いろいろ食べるとこんな安いし、すげえ美味しいし、量もあるし、なかなかいいです。1500番台いねえよ、なんでいねえんだよ1500番台もぐりばっかり。肉球お願いしますね、肉球を。うまい。誰か三脚貸して。はい、カズさんの貸して、ちょっと牛は中入れるでしょ、大丈夫。千番台ねえもんな、水増しだよこれ。普段来ねえだもんな、こんな。ゼロワンがやってないからじゃないと。次は多分500人ぐらいしかないんじゃない？OK、はい、ありがとう。やってないでしょ、誰も多分。できますか？いきますか、はい、許可取れる。あ、じゃあちょっと、うん、ちょっと取っちゃって、はい、取っとと、はい、大丈夫かな、大丈夫ですかね、うん、大丈夫。ダメって言われたら、あのウェイトティッシュ取っちゃめる。はい、うん、牛が入れるかどうかで。顔してんの。ゴリラ系？ゴリラ系って言われますね、結構。ゴリラ系だね。うん、ごっついね、顔がね、ちょっと。で、坊主なんですよ。あ、坊主。あら。坊主で。ちょっと怖いね。怖いと思います、これ見たら。ここ見たら。餃子がでかい。塩ラーメンうまい。餃子。ね、顔出せばいいのね。覚えられないじゃん、顔は。牛じゃない、覚えられないですね、うん、これ化粧なしで、はい、すっぴんでやったら誰って言われる。誰だろうね、次。いや、牛ですって言っても信じてくれないかもしれない、はい。